回戦だだん多分難しいっすよ、これです。いくよ、せーの。全然違う。ピカソやっぱり。なんでこんな、なんか、あ、でもちょっと絵に見える、ここ何かは分からないけど。あ、すごい。これは何、なんだろう。多分この羽。ああ。最初のこれがもしかしてこれです。あ、私もさ、あ、それ最初これで次これ。角はさ、私も感じたんだけど、どこにあるか分からんけど。もうちょっと角を研ぎ澄ませるから。強く描くよ、私も。もっと頑張る。難しいね。難しいね。あれ、おかしいな。第2回戦。第2回戦。終わり。じゃあ答え合わせします。はい、せーの、フラミンゴ。これ近いんじゃない一番。あ、本当だ、足すごくない？あ、かわいい、もうこれ見て、これ見たら、あ、すごくない、うん、すごい原型がちょっとある。でも、分からん、ほら胴体とさ、羽とかってありそうじゃない？塗ってたんだ、このキュ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 は目とくちばしを、くちばしか、でもひげお、フラミンゴさん。フラミンゴさん、ちょっと価値が出そうな絵だね。第3弾、これ最後ね、いきます。
もかすってない。あ、上手だし。ああ、塗るのがさ、いっぱいあったわけ。ああ、ちょっと痩せたこれ。あれはこれだったんだっていうのがいい。一線のね。え、ぐじゅぐじゅがいっぱいあった。あ、これぐじゅぐじゅつながってる。これこれこれ。これがさ、ちゃんと囲われて塗ってるのかさ。囲われてないで塗ってるのかもさ。似てるでしょ、これ。すごい。これ。あ、でも一個しかない。あ、これだったのかな、うん、で、ここかな。あ、この目がさ、多分これになっちゃう。いや、でもこのさ、ギザギザはさ、まあ、なんちゅうの、場所的にはね、これが一番クオリティが高いんじゃない、今までの中で。なんね、これ。あー、なんかもっと上手にリピートしたいんです。もっとさ、超簡単だよ。これがたまらんよね。黒蜜、うん、じゃじゃん、きなこ様、開けてからさ、ここにさ、蜜を垂らすわけ。これ、大きい1個じゃない？うん、いきます。見える？うん、うん、まだつけないか、うん、足が揺れる、ブラブラ。はい、食べよう、うん、じゃん、いただきます。いただきます。うん、ないわけ。似たのはあるけどさ、くず餅。本場。うん。うん、まあまあ、これのおかげかな。きなこが大好きなのだ。うん。クロワッサンのきなこ美味しかったで。三日月や。うん、ね、うん。うん。もう一個食べたい顔してたね、今ね。うまい。一の餅、二の餅、三の餅。1の方、1の方、もち。2の方、もちプラスきなこ。3の、もち、もち、きなこ、きなこ。3つの味が楽しめる。玉露、まんじゅう。博多の人がおすすめする。博多が誇る。このお友達おすすめセレクト。うん。どんたくと、博多通りもんのいろんなパターンの味。まずは、チャキーン。はい、どうぞ。半分こずつです。なんかの匂い似てるよ。あ、あんこかな。うん、あんこの匂いじゃなくてさ、うん、微妙かな。あ、味じゃないよ。ファンダーリンダメかな。よくてないですよね、うん、でもこれはあんちゃんが食べるって。うん、これは私かなと思ってたって、うん、でも味した、おりこ、うん、いただいたもんだから一口は食べないかなと思って、うんうん、もうめっちゃ味する。緑茶のエキスがすごい。うまい。私は美味しいよ、うんうん、苦い、渋い味が好きな人はいいかな、うん、甘いけど渋い味がする、うん、とても柔らかい。でも、うん、一番期待してるのはこれ。これは 100% うまいって分かってるから、うん、マジアルミホイルだぜ、うんうん、普通のね、お家で包んだかもしれない。うん、洋風ポーポーではない。見た目めっちゃ美味しそうだね。くり春巻きじゃない。食べた方がいいよ。さっきの緑がついたけど、洒落た、うん、丸いの来た。椎茸みたいね。雑な食レポ。うん、なんかちょこちょこしいね。チョコ、白あんって書いてあったよ。チャミスル、栗の味はするけど、うん、でもこの周り食べていただきたいって。
ケーキバームクーヘンみたいな、これの味がするからさ、味は分からんけどさ、分かって、見た目で損してるって言った、他の人が博多丼だと想像とは違うよね。ここからイメージされるものとは違うけど、美味しいよね。味は洋風？いや、でも栗だから周りは洋風と思うけど、バームクーヘンみたいな。でも栗だから和風なのかな、和菓子なのかな。チャーリーは本当は一番はさ、あれが食べたいって。でもクリスマスまで我慢している。お預けあと4日。なんだかんだでさ、ちょこちょこ増えていってるんです。ありがたいことに。これのクロワッサン何種類あった？結構あったよね。いっぱいある。あ、こっちに持ってきてもらったの？6かな。どれが一番美味しかった？メープル美味しかったぜ。私はさ、あったのプレーンとメープルとチョコとチーズと、チーズもあった、小豆と、きな粉と、ココア。私きな粉が一番美味しかった。多分きな粉は食べたい。メープルとさ、ココア食べたけどさ、どっちも美味しかったよ。私が4個食べた。4個だった、4日間幸せだったって。朝ごはんが毎回これなんか買ってもらってると思うけどさ、美味しいよね。美味しいね。これは食おうか。で今度きな粉チャレンジしよう。クロワッサンはオーブンだね。あ、そうそう、きな粉あげればよかったし、そんなにつけて知らんかった。きな粉美味しいんじゃない？なんでも美味しいよ。第4弾文字編、いちもですか？はい、これは簡単かな。最後のあんなに本がある？ひらがなしか書いてない。最後のがひらがなじゃなかったんです。今私もひらがなじゃなくてましたけど、いいの？どうぞよ。私が怒られたよ。おいでしょ？自分から見てるよ。言葉じゃないの？言葉だよ、日本語。全然日本語じゃないけど。うちらには馴染みのない言葉だけど。せーので。一文字はみんな合ってるね。スリーイール。スリーイール。スイリール。ルーカも分かるからね。スイトーと。スイトーと。いいお題だ。いいお題だ。こういうのぴったりだ。ここなんかみんな普通に書いてるっぽかったからさ、とか、ひらがな簡単だったから。で次も二角で終わったから、みんな書けてると。遠からずれたんだけど、これ書けだった。飛ばすのありかな。イエーイ。できた。これが一番確率が高い。高い。バイバイ。こちら。こちら。